この近くにね、うん、いいわらび餅屋さんがあるんですよ。ほう、わらび餅って食べます？好き好き。わらび餅が多分一番好きかな、どのジャンルの中で。それなりデザート部門第1位。マジですか？うん、デザート部門1位がわらび餅ですか？和菓子好きやからさ、どら焼きとか、わらび餅とか好きやけどね。だってちょっと暑くなってきたら絶対あの透明のわらび餅買うや。いい感じのわらび餅あるの？あるんですよ。行きましょう行きましょう。あのマジノープランすぎてこんな遺跡まで来ましたけど。はい。そうやで。だから僕遺跡で今、うん、マジックすんのかなと思ってたぐらい。あの遺跡にいた高校生は気づかれてましたね。あ、そうね。誰やったっけな言ってましたね。はいはい。すごい人やけど誰やったっけな言ってました。なるほどなるほど。ブレインダイブって言わんとね。はいはい。あの誰やったっけなって言われてたんで慌てて僕ら帰ってきましたここまで。気づかれる前に戻るという、はいはい、勘違いかなっていう。逆に和菓子っていうかデザート何が一番好き？ゴーフル。え？ゴーフル知らないですか？知ってるでしょ。ワッフルみたいなもん。違う違う、ゴーフル。なんかあんまりその洒落た感じのやつ言ってこんといてほしいな。洒落てはないと思いますけど、せんべいの間にクリームが入ってるやつ。え、オレオ？違う、あ、でもめっちゃ薄いオレオみたいな。あー、わかったぞ。あれな、カンカンに入ってるやつや、丸い。そう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 、パカッと開けて、そう、ビニールやって、あれ美味しいな。クリーム舐め回すやつ。確かに緑とかピンクとか。そう、緑はないけど。あれゴーフルっていうんや。そう、あれですよ。あのめっちゃ薄いオレオです。あ、生地美味しいよな。そう、生地美味しい。薄く焼いてるな、クッキー。うーん、あれだから炭酸せんべいやろ。あ、そうですそうです。俗に言う。そうです。鳩いますよ、鳩。マジシャンと鳩。じゃあね、マジシャンと鳩は一緒。僕と一番鳩が一番相性悪いから。そう、何の意味もないから。僕と鳩は普通マジシャンって鳩とね、うん、戯れてますよね。そうそう、仲良しなはずやけど、はい、僕と鳩はもう全然鳩が寄ってけへんもん。鳩消して。いや、鳩消したらあかん。鳩出さな。どこ？あ、これ、アラビア本舗。こんにちは。美味しいわらび餅屋さんがあるでっていうことでちょっと寄らせてもらったんですけど。ありがとうございます。わらび餅僕も大好きなんですけど。あ、はい、当店のわらび餅は、はい、つまようじが刺さらないので、あの、お箸じゃないとつまめないくらい柔らかいっていうのを売りに。食べたことない、そんな。一般で売られているものとちょっとまた違っていまして、こちらその名物のトロトロわらび餅という商品なんですけれども、はいはい、こちらの、わらび餅プレーンのお味には隠し味としてあずきを、粒あんを練り込んでいるものとなっております。へ、はい、で、あと、蒸しあんの白を練り込んだものと和三盆ほうじ茶のお味と、はい、合計3種類ご用意がございます。へ、種類結構あるんですね。はい、そうですね。一番人気は名物これ、はい、いや、まあプレーンじゃない。おすすめって書いてるからね、スタッフの方で。おすすめ言うてはりましたか。大福もあるんですか。あ、そうなんです。めっちゃわらび餅だけじゃなくいろいろあるんです、はい、いろいろ。大福も美味しそうやな。何買ってくれるんですか。何買ってくれる、買う前提なんか知らんけど。じゃあこれをください。こちらで、はい、ありがとうございます。楽しみやな。ありがとうございます。はい、大丈夫です。一緒です。大きい、あなたが大きい声で言わなくても。せっかくやから、でもマジック見てもらう、うん、僕一応マジシャンでして、はい、もしよかったらこういろんな人にマジックを見せてるんですけど、はい、お時間ちょっとだけありましたらマジックを。あ、はい、ぜひいいですか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあせっかくなんで僕のマジックを、はいはい、見ていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにお二人目の前でマジックをご覧になったことありますか今まで。はい、ないですか。はい、じゃあマジックといえば最初よく使うトランプを使ったマジックなんですけれども、一応カード全部バラバラでございます。見ていただきまして、ちょっと触ってご覧になります。まあ怪しいとこないかどうか、はい、マジシャンが使うトランプ
怪しそうですよね。一応カジノとかで使ってるカードと同じ品質で、まあ、仕掛けとかは特にないんですけども大丈夫そうですかね。はい、はい、では1枚トランプ選んでいただきたいんですがいいですか。はい、はい、じゃあどれでも結構なんで1枚取っていただいて、じゃあこれでよろしいですか。はい、じゃあ僕後ろ向いとくので、ご自身でカード見て覚えていただいて、ここにですねペンがありますんで、はい、よくテレビとかでやってる感じでトランプのマークと数字が書いてある方に大きくお名前も書いていただきたいんです。はい、はい、で書いたら一応カメラにも見せていただいて、はい、僕後ろ向いておきます。いいですか。じゃあ向き直りますね。トランプもらいます、はい、サインしていただきました。この選んでいただいたカードサインしたことは今回初めてですよね、はい、世界で1枚だけのカードです。じゃあトランプの真ん中あたりにちょっと戻します、はい、でちょっと恐縮なんですけどここをちょっと掴んでもらっていいですか。はい、こう掴んでおいてくださいね。僕がイカサマできないように、はい、では選んでいただいたカード以外のマーク今1枚選んだでしょ。選んだカード以外のマーク1つパッと1つ言ってください。何がいいですか。はい、ハート。じゃあハートのカードだけ残して残り全部消しますんでちょっと見といてください。カード見といてください。これカードだんだん減っていってるの分かりますか。これカードこれ少なくなっていってるの分かります。これ全部ハートでハートの中1枚スペードの1がすごい、はい、一応調べてもらって大丈夫です。ずっと手あ手大丈夫です。はい、ハートも1枚です。なんで袖も何もない。なんでーすごいそうなんですよ。どこにからすごい初めて見た。初めてですか。はい、ありがとう。これ記念に差し上げます。はい、ブレインダイブいいですか。はい、サイコロを使うんですけどねカジノとかで使っているサイコロで一応消毒してありますので手の上に置いていただいて今ご自身から見て数字は2になってますね。違う目にちょっと変えてみてもらっていいですか。6ですね。もう一度書いていただいて、はい、3ですよね。じゃあ僕後ろ向いておくので自分だけで好きな目に変えて手で蓋しといてほしいです。いいですか。できればお隣の方にも見せないで自分だけで決めていただいて。いいですか。向き直って大丈夫ですか。最初だいたい1が選ばれやすいんです。一番最初なぜか分かんないですけどすごくピュアそうな顔されてるので1選んでないです。ちょっと開けてもらっていいですか。1ですよね、はい、嘘つかなそうなタイプですからね。はい、大体ピュアな人はね1を選びやすいんです。じゃあもう一回変えていただいて。変えました。いいですか。じゃあ数字に集中してください。今回ちょっと迷いましたか。迷いました。数字1から何にしようか迷いました、はい、2とか3にしようと思ったけども最終4にしました。よくわからない。じゃあラストもう1回だけいきましょう。ラストもう1回だけ変えました。いいですか、はい、今なら違う目にもう一度変えてもいいですけど大丈夫です。もうずっと3のままでいいですか。なんでなんで、はい、まあ直接脳に潜り込んで考えてることを当てるっていう。あ、すごい。そうなんですよ。すごい。
サイコロはちなみに、まあ、確率があるんですけど3回連続だと216分の1なんです。まあまぐれでは当たんないんですが、今度はよりちょっと難しいのをやりたいんですけど、例えばこうブレインダイブは何でもいろんなこと当てれるんですよ。よくやるのが初恋の相手の名前を当てるとか、まあ、和菓子屋さんなんで、和菓子屋さんというかわらび餅屋さんなんで、好きな和菓子を思い浮かべてもらったら当てることもできますし、なんかこんなの当ててほしいみたいなのがあったら、それちょっと当ててみようと思うんですけど。じゃあアニメとか好きなので。あ、アニメ、はい、はいはいはい。アニメ、私の好きなアニメ当てていただきたい。あ、なるほど、OK です。結構アニメたくさんご覧になります。そうですね、うん、その中で好きなやつ一つですね、はい、OK。 じゃあそのアニメを頭の中で見てるところを想像してもらって、はい、はいはいはい、も僕の目を見てもらって、ここにねちょっとねなアニメのタイトルを思い浮かべてもらって、結構長い、ちょっと言わなくていいです。多分僕も知ってるアニメだと思います。たまにねこう当てるときに僕も見たことないアニメだったりするんですけど、じゃあ目を閉じてもらって、目開けてください。じゃあ自分が今思い浮かべてるアニメ言ってもらっていいですか。名探偵コナン。すげえ。なんで？すごい。コナンですよね。すごい。本当当てた。これがブレインダイブ。すごい。すごい。ありがとうございます。いやありがとうございます。ちょっと急でちょっとドキドキされてたと思うんですけど。なんでわかるんですか。マジックで。あ、すごい、はい。頭の中に入ってこられた感覚ありました。見られてるような感じがしました。覗かれてるみたいな。うん、なんか恥ずかしかった。あ、なるほど。打ち合わせを最初からされるかなと思って、なんかこういうことするんでみたいな。なるほど、こう言ってくださいみたいなね。そう思ってたんですけど、そう、反物やった。なんでなの。怖い怖い怖い。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。